ポチってみたら、なんか卒業アルバムみたいな結構しっかりした箱に入ってて、やっぱり相当体型は選ぶと思うんですよね。なんかみんながみんなこうダボダボしたやつ着てるのがちょっと嫌やなとかっていう人なんかは、はい、本日はですね、こちらヴィンテージ加工のパックティーをご紹介させていただきたいなと思います。 T シャツって言ったらめっちゃこれ気に入ってるっていうのはなくて、なんかええのがあったら欲しいなって毎年思ってんねんけども、当たりってこんねんじゃないですか。今回面白そうなやつ見つけたんですよ。それが何なんかっていうとこちらなんですね。ポチってみたらなんか卒業アルバムみたいな結構しっかりした箱に入ってて、あれこれ何やったかなと思ったんですけど、開いてみるとですね、このようにパックティーになってるんですけど、このパックティーが2枚入りで、なんと1枚はヴィンテージの加工がされている。でもう1枚の方に関しては新品なんですよ。これって多分男の人好きな人多いじゃないですか。で、あ、面白そうやなと思って、ポチってみました。なので一緒に見ていきたいなと思うんですけど、これがね、レミレリーフっていう日本の会社ブランドと雑誌のビギンっていうところがコラボしたみたいです。まあとりあえずね、見てもらいましょう。こんな感じですね。2着入ってます。袋入ってる状態ではあんま分からんか、いや分かるな、こっちやっぱヴィンテージの加工入ってるな。でこっちが新品っていう感じですね。で今回カラー展開は4色ありました。で1つ目っていうのがこっちが全部出してるんですけど、サックスブルーっていう色味があって、これも同様に1個は新品で、もう1個の方に関してはヴィンテージ加工で、次がオフホワイトで、オフホワイトの方に関しても同じような白と、まあヴィンテージ加工されてると。で次がこれですね、チャコール。これブラックじゃないんですよ、チャコールグレーのやつですね。で最後っていうのがレモンイエローっていう黄色っぽいやつと、またちょっと色味が違うような感じなんですけど、計その4色になってます。ですごいちゃんとヴィンテージの加工されてる。でヴィンテージの加工って皆さん意味わからんじゃないですか。僕もね、ついこの間ヴィンテージとかの加工してるとこ見に行ってきたんですけど、まあ、ここの会社さんではないんですけどね、日本の岡山にある会社さんパーって見に行ってきたんですけど、めちゃくちゃすごかったです。新品がこんなになるんですかみたいな感じ で今ヴィンテージって結構流行ってるじゃないですか。ロックティーとかバンドティーとかって流行ってると思うんですけど、ヴィンテージの古着の T シャツって僕ちょっと一番気になるのが匂いなんですよ。誰かが着てたやつってちょっと匂いついてたりして、特にコットンとかっても匂い取れへんってあるんですけど、もうこれ加工されてるやつって、まあ、見た目の雰囲気はちょっとこなれ感が出てるんですけど、匂いも臭くないし、まあ、もちろん新品やからね臭くないし、やのにこういうヴィンテージとかちょっとダメージの入った加工とか出されてたりするっていうことで、多分好きな人はめっちゃ好きなんでしょうね。でも元々の方でも洗いの加工はかかってるから、この首元とか見てもらったら分かるんですけど、このボコボコした、これ新品の方なんですよ。でもボコボコした感じの当たり感とかは出てるので、こうレミレリーフっていうブランドがそのアメカジなんですけど、まあ、ならではっていう感じかなと思います。早速着ていきたいなと思いますけど、まずは普通の方からいきましょうか。僕は一応身長178センチ、体重65キロで今 L をね着用していきます。はい、といかがでしょうか。まあサイズジャストですね。ほんま L でぴったりって感じで、なんかねモデルの画像とか見てたりしたら177センチかなんかで65キロぐらいで M 着てるやつだったんですよ。ちょっとその画像を見た感じってだいぶちっちゃくないと思ったんで L に僕はしたんですけど、 L でもちょっとちっちゃめかもしれないですね。ちょっとパンツ分かりづらいな、履き替えようか。はい、とまあいかがでしょうか。こんな感じだったら分かりやすいか。やっぱデニムにめっちゃ合いますね。この感じ見たらほんまマジであれですよね、こう夏の男みたいな。サイズ感的にもほんま定番のシルエットっていうか、なんていうの、こう昔ながらのスタイルを重視したような感じというか、オーバーサイズで体型を隠すっていうタイプではないかもしれないですね。ほんまジャストサイズで着るのがちょうどいいかもしれないです。だからサイズ上げても多分僕 XL にしてもオーバーにはならへんと思うんですよ。ちょっとビーチボーイズ的なね、こう海にちょっと行くみたいなね、こういうスタイルで行くっていうのはいいんじゃないかなと思います。で注目なのがこのヴィンテージ加工の方なんですよ。それはちょっと着てみたいなと思うんですけど、おそらく自分のパーソナルカラー的にこれめちゃくちゃ得意な色なんですよ。なのでちょっと一回着てみましょう。はい、とまあこんな感じになってます。まあパッと見そんなに分からへんかなと思うけど、もう近くで見ると結構違うかな。着込んでるような感じの風合いがあるし、やっぱ肌とか焼けてる方が合うんかな、やっぱこういう感じのやつは。で両方ともねポケットがついてるタイプになってるので、まあ、僕今回白じゃないからわからないんですけど、白とかやったらもしかしたら透けるかもしれんぐらいの生地感ですね。ちょっと薄めかな。生地の厚み的に言うと 0.484 とかそのあたりなんで、ヘインズの T シャツよりは薄いっていう感じですかね。マジでこう真夏に着るような T シャツちゃいますかね。ほんで秋口になったらこういうレザーとかね合わせていくと合うでしょうし、ちょっとこれサイズ合わへんやつだから、今ちょっとルイスレザーね手元ないんですよ。やはりちょっと雰囲気だけ感じてほしいんですけど、ちょっとサイズ合っておりませんがね、そのあたりをお許しください。まあこんな感じですよね。これでバイク乗ったりしてもかっこいいかなと思うし、このイギリスのバラクータをねさって羽織ってあげると、まあこれはこれであのいい感じになってくるんじゃないかなと思いますので、まあ秋口にも T シャツだからね別に着れるんかなと思うんですけど、これがやっぱりねタイムスリップしたみたいな T シャツっていうのを発想にしてるらしいんですね。だから両方とも加工したバージョンではなくて、片方は加工してなくて
てもう片方に加工することによって、おそらくこの新品の状態を1年とか2年着ていくことによってこうなるんじゃないか、こういうここの生地のほつれ感とかね、こういうのを再現してるみたいです。でこういうほつれ感ってどうやって出すかって言ったら、もう全部人間の手なんですよ。で人間の手でこう削っていったりとかするっていう、めちゃくちゃね手間暇がかけられてるっていうのがこのヴィンテージの方になってるんじゃないかなと思います。でまあこの新品の方は新品の方でガーって着ていったら、これ通りになるかどうかはわからないんで、またちょっと違う感じになるかもしれへんし、その辺はね楽しむっていうところで面白いんかなと思ってね購入をさせていただきました。しかもまあメイドインジャパンということで、なんかパックティーって聞いたらなんか下着肌着みたいな感じじゃないですか。今回のこのパックティーに関してはわざわざパックティーにはしたけど、本来多分1枚で着る用で作ってるんですよ。でそれをただパックにしただけ、その経年変化前経年変化後っていうのを見せるために2枚入りにしただけなんで、肌着とか下着とかなんかあんまり1枚で着れないよねっていうようなパックティーじゃないんかなってまあ個人的には思ったんですよ。だから僕あんまこういう雑誌とのコラボのやつあんま好きじゃなくて、だからいつも僕レビューしないんですよ。これに関しては面白いんちゃうかなと思ったんで取り上げさせていただきました。で元々の始まりっていうのはこの雑誌のビギンさんの方から始まったらしいんですよ。パックティーとか T シャツってめっちゃベーシックなもんじゃないですか。でまあベーシックなサイズ感やから、このベーシックなサイズ感をいかにこうアメカジっぽく落とせる、そういうブランドってどこかなってなって、このレミレリーフっていうブランドになったみたいです。レミレリーフがちょっとよく分かってないから僕はあんま何とも言えないんですけど、レミレリーフとしては初のパックティーらしいので、オリジナルでもパックティーはないみたいなんで、まあこのコラボしかないということなんで、値段言いたいなと思います。値段がですね14,800円なので、まあほんまにパックティーって考えるよりかは1枚ずつの T シャツって考えてもらった方がいいんちゃうかなと思います。パックティーと考えると15,000円はやや高いけども、別にパックティーじゃなくて肌着じゃないって考えたら、まあ全然普通なんかなとかって思ったりするので、値段としてはそんな感じかなと思います。ただデメリットですね、ここがちょっと微妙なんですよと着ながらちょっと感じてみようと思ったんですけど、真夏にめっちゃ向いてると思うんで、結構生地感薄いし1枚で着れるような感じになってるので、真夏とかはめっちゃ向いてるなと思ったんですけど、まあデメリット強いてあげるとしたら、やっぱり相当体型は選ぶと思うんですよね。ちょっとお腹出てたりとかしたら着るのきつなってくると思うし、ある程度こうダイエットしたりとか体重管理必要感と基本なすのがちょっと難しいんちゃうかなというふうに思うので、まあ、僕もねほんまね日々やってるんですよ。もう嫌っていうぐらい体調とか食事管理ばっかりしてるんで、なんとか着れることができますけど、まあ、こういう短いのってこういうところにね筋が入ってくると似合ってくるじゃないですか。そういうのがねなかなかこうどうなんかなと思うんですけど、ただもともと多分数相当少ないんですよ。オンラインもそのコラボページしか販売してないし、なんやったら今僕見てる段階でも売り切れないやつはまだないけども、もう残り少ないですみたいな書いてるのが、なんかサックスブルーとか色なんか少なかったような気するんで、欲しいと思われる方は早く購入された方がいいかなと思いますし、あと体型というか、まあ、T シャツなんでもろにこう体型が出ちゃうっていうところがね、まあ、デメリットになってくるかなというので、万人に受けない T シャツかなと思います。でたまにねこういうのを紹介したら、いやお前そのサイズ感お前平成やでって言われるけど、僕平成生まれなんですよ。完全なる平成生まれなんですよ。だから平成って言われようが昭和って言われようがなんて言われようがね、男の最終的なとこって自分の体型に合ったサイズ感になってくると思うんですよね。それはオーバーサイズ着たり腰パンしたりとかいろんなことしていったけども、やっぱり最終的には自分の体型にぴったり合うような、自分の体型を際立たせるような洋服選びとかになってくるんかなって、まあ僕今35歳になって思うようになって、それまではやっぱり確かにオーバーサイズやな、いやいや逆にパツパツの方がええよとかって思ってるなんかわけわからん時あったんですよ。体型的にも究極のシンプルってやっぱり程よいサイズ感といいますか、まあピチピチすぎても変やし、ダボダボすぎても変やから、まあ、その辺なんかなとかって思ったりするんですけど、まあそんな感じになってますね。でおすすめの人、まあどんな人がおすすめなんかっていうと、ユニクロにもね、あのスーピマコットのやつ、これ絶対買ってください、皆さん絶対いいですよって言ってた T シャツあったじゃないですか。1980円ぐらいのやつ、めっちゃ安いのにスーピマなんですよみたいな話してたやつあったんですけど、これと色味としてはそんなにね遠くないんですよ。まあ似てるっちゃ似てるんやけど、やっぱサイズ感がなんていうの、もう定番のサイズ感になってるから、これちょっと人と違う感じというか、なんかみんながみんなこうダボダボしたやつ着てるのがちょっと嫌やなとかっていう人なんかはあえてこういうのもいいかなと思うし、でもパックティーじゃないので、ほぼほぼこれに関してはパックティーじゃないと思ってください。だから普通に1枚売りが2枚セットになったって思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。ただ乾燥機とかはかけない方がいいかもしれない。生地がやっぱ薄いから乾燥機かけていくと、やっぱりこうちょっとよれたりとかする可能性あるので、おしゃれ着洗いとかでちゃんとハンガー干してねもらった方がいいかなと。あといくら洗いの加工してるといえ、ゆえ乾燥機かけるとやっぱ縮んでくるんですよ。これ以上縮むとお腹出てくるから、洗う時はね気をつけた方がいいんじゃないかなと。おしゃれ着洗いで普通に洗われた方がいいんかなというふうに思います。ということでね、まあ他のまあいろんな YouTube チャンネルある中で、なかなかこういうタイトめとかジャストのやつって今最近あんま少ないじゃないですか。やっぱりこうゆったりしたやつとかっていうのが多いので、もちろんゆったりしたのゆったりしたのでいい時もあるし、逆にこうジャストめでちょっと夏っぽくいくっていう時なんかはね、こういうのがいいんじゃないかなと思ってヴィンテージ加工のやつやってました。ちょっと思ってるよりもクオリティが高かったっていうか、最初は面白そうな取り組みやなと思ったけども、こうあえて裾の部分をねちょっと破ってる、こうちょっとだけなんですよ。ビリビリって破ってるわけじゃなくて、ちょっとだけ破ってるとかって、こういうところまでこだわられてるのって思ってなかったし、袖口なんかも微妙にそんなんがあったりするので、すごいこだわって作られてんねんなっていうのをね感じました。ということでね、まあ加
行されてる方に関してはもう今から即レギュラー、もう今から使うぞっていう感じで使えると思うし、でこの加工されてない方に関しては、いや育てていくぞと、とにかく来年再来年がゴールなんだと、僕のゴールは来年に向かってるんだっていうことで育てていくのもありやと思うし、まあ夏場なんでこういうちょっとこなれ感があるやつとかっていうのは冬場やったらちょっとねボロギーになっちゃうけども、夏は夏でいけるんかなと思いましたんで、今回ね紹介してみたということになっております。はい、ということでね、本日はですねヴィンテージ加工のパックティーを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。